皆さんこんにちは。テレビアニメスローループ、みなぎひより役のくすみりんです。はい、皆さんこんにちは。同じくみなぎこはる役のひよかなつみです。はい、皆さんこんにちは。吉永恋役の峰内智美です。いやー本日私たち3人はフライフィッシングにチャレンジするぞということで、うん、神奈川県は足柄上郡にある海星水辺フォレストスプリングスに来ましたー。わーい。こちらのフォレストスプリングスのお魚は、うんパワフルで、しかも食べて美味しいと伺いました。うん、ですって。パワフル。ね私たち大丈夫かな、パワフルさに負けないように ね。あ、なんてこと。さっきでも水辺見に行ったら、ピチャンって。うん、あ、跳ねてた。跳ねてた。跳ねてた大きいお魚が。結構じゃあ強いのかな。だと思う。頑張って引かなきゃね。ねえ、頑張ろう。今日は一日、感染症対策も万全に張り切って参りましょう。イエーイ、頑張ろう。頑張ろう。くすみさん、ひよかさん、峰内さんが今回お邪魔したのは海星水辺フォレストスプリングス。小田急線海星駅または新松田駅より徒歩20分、東名高速道路大井松田インターよりおよそ10分、車なら都心から1時間ちょっとでアクセス良好です。ルアーフライフィッシング専用の管理釣り場で、普段履きのスニーカーでも釣りができるほど足場も良く、おしゃれなレストランや釣り具のショップ、クオリティの高い貸し道具など、手ぶらで来ても気軽にフィッシングリゾートを満喫できるので、ベテランはもちろん入門者にもおすすめです。初めてのフライフィッシングにチャレンジする3人、果たしてフライフィッシングの醍醐味とグルメ三昧に手が届くのか、乞うご期待です。はい、ということで早速フライフィッシングの方を体験させていただきたいなと思うんですが、ね、今日は釣れるように頑張ろうね。頑張ろうね。そう、そしてそんな私たちを今日導いてくださる素敵な講師の方がいらっしゃってくださいました。はい、フライフィッシングショップのオーナー稲見一郎さんです。よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。解説しよう。ハーミットというフライショップはスローループに登場するパーミットのモデルとなったお店。オーナーの稲見さんはフライキャスティングインストラクターの資格を持つフライフィッシングのオーソリティなのです。でも フライフィッシングって結構難しいって聞いたんですけど、釣りの中では難しいとされてるんですけども、まあ、手順今日やるのはものすごくその一番初歩的な最初の部分だけやるので、はい、まあ、そこだけマスターすればなんとか魚は釣れると思うので。よかった。ぜひ本日はよろしくお願いいたします。はい、これこそよろしくお願いいたします。ではですね、フライをやるのに、こう投げなきゃいけないんですけども、はい、今回はすぐパッと釣るためにですね、一番簡単なロールキャスト、うん、それだけ覚えてちょっとやりましょう。はい、はいはいはい、実況に入りますね。はい、どんなことをやるかっていうのをお見せするんですけども、はい、ロールキャストっていうのはですね、こういう場所で後ろが木とかあって投げれない時に投げる、まあ、あんまり距離は出ないんだけども、水にえいって投げるためのキャスト。はい、キャスティングはこれだけ、まあ、意外と多分ね簡単にできると思うんですけども、おお、水にねこう引っ掛けてこう、はい、出してえいっ、これだ、そこで止めて、ここでバシッとバンと止める。はい、いいですね。おー、はい、あ、楽しい。こんな感じ。先生みたいにうまくできない。引っかかった。取れました。ちょっと上手くなってきてる気がする。私ちょっと分かってきた気がします。ね、釣りたい。ね、釣れる釣れる。その気持ちさえあれば釣れる。もう釣りたいです。釣りたいですか。じゃあここでですね、はい、魚が来たらどうするか、あ、ちょっと説明しておきましょう。フライの場合って本当の釣り方はこっち側で握って左手でいいと思ってます。はい、一番最初先っぽに、そう、先っぽに。普通で言ったら浮きね、あの浮きがバコバコって沈んだら合わせるでしょ。はい、それと同じようにあそこが沈んだら合わせる。合わせる。ここからこう、そう、はい、できてますか。はい、大丈夫ですよ。よかった。
釣れちゃうな。釣れちゃう。うん、釣れちゃう。もうちょっと練習しよう。あ、いいですよ。でももう一回いきましょうか。もちろん持つんですか。はい。ちょっと。お、それじゃ大丈夫。じゃあそろそろ、マスターできたかもしれないんで釣れると思うんでね、はい、魚のいるところちょっと移動して頑張ってみましょう。はい、おー、やった、魚釣り、頑張ろう、頑張りましょう。釣れるかな。釣れるといいな。釣れる、釣れる。釣れます。おー、釣れちゃう。頑張るぞ、頑張るぞ。おー、おー、フライフィッシングのイロハを教えてもらって、ようやくフライを投げられるようになった3人は、いよいよお魚のいる池へと向かうのですが、果たして人生で初めてフライロッドを握って1時間も経っていない彼女たちは、お魚を手にすることができるのか。ぶっつけ本番の一本勝負、ぜひご覧くださいね。